ババロアとかのジャイアントババロア。あ、それで言いたかったんですよ今。そうそうそう。でもババロアって、うん、もう僕久々に口にしましたよ、ババロアっていう表現。僕はもうね30年以上口にしてないと思う。昭和のケーキ参りましょう。ラジオネームマックスオレンジさんからいただきました。昭和48年生まれの方でございます。昭和のケーキ、あの頃のモンブランのクリームブームはとっても黄色が濃くて固形感が強かったですよね。幼稚園の頃の私は冗談抜きでそれラーメンが乗ってると思ってました。祖母や親族などがお土産にケーキを買ってきてもモンブランは絶対に選びませんでしたし、人が食べるものを見てもなんでラーメン乗ってるケーキを美味しそうに食べるんだと思っていました。ある時母親になんでモンブランをそんなに嫌がるのって理由を聞かれた時、自分の思いを話すと一同が大笑い。これは栗でできてるんだよと教えられ、とりあえず食べてみると普通に甘くて美味しかったことにびっくりでした。モンブラン今目の前にあります。確かにニョ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 ってこう重なってるやつよね。これモンブラン食ったとするじゃん。そして、はいはい、あでもあラーメンの方がいいかなって思う子もいるよな、この上にラーメン。そしたらそのケーキ屋さんの立場は、いやいやこれラーメンあったらいいんじゃないのかなとか、その麺が乗ってんの。じゃあ今日ね、ショートイチゴのショートケーキ2つ目の前にこのサイズならいける、はい、いける。でモンブランありますけど、まあ、どっち選ぶとしたら何がですか。あのモンブランかイチゴのショートケーキ。僕イチゴショート。これが焼きそばだったら嫌だなって。そのモンブランがね、豊くんがなんか色悪さしてて、これ実は焼きそばだったとか。ファックスでいただきました。カレススキさんでございます。昭和31年生まれの65歳。昭和のケーキ、小学生の時期に図書館で読んだマッチ売りの少女の本が大好きでした。もうやめて。山根さんも好きよね。いやいやもうすごいよ、小学校のトラウマ。言ったでしょ、下松市民館にみんなでから映画見せてくれるって言ってたので、はい、子供たちにね、子供映画ね、今からクリスマスだし、それから正月じゃ楽しい時に、なんであんな悲しい物語を見せるんだっていうぐらい、もうみんなもううなだれて出るんだよ。きついぜ、きつい。もうそのなんかさ、だってあそこにこうマッチを吸ってケーキが出てくるってこと。そうそうそう、今もお寺さんに行くとマッチが置いてあるのを見てバターケーキを思い出しますと、うん、そしてクリスマスに子供会で一等賞のバターケーキを大事に抱えて帰り、うん、祖母と食べた甘いバターケーキの味も昭和のケーキの思い出の一つです。なぜ一等賞になれたかというと、クリスマス会で特技がある人は前に出て歌を歌ったり踊ったりする中、私は都はるみさんのあんこ椿は恋の花を歌いました。拳が効いていたようです。ものすごく拍手をもらいまして一等賞だったので、その時頭の中でマッチに火をつけたあの本が浮かびました。ケーキを食べた後も箱は大事にのけてありました。祖母の思い出だったんですね。いい思い出です ね, ね。そういう、でもなんか二等のやつに帰りに恐られなくてよかったですね。そのなんか あの物陰に隠れててね。そう、ああ。そういうこと考えるか。いやでもこんな一等賞の商品を直に渡されて、いわゆる取っ払いでしょ。そうですよ。これをさ、うん、家まで持って帰るときに道中気をつけないとさ。これはもうね、なんかね、あの金の延べ棒とか輸送してるようなね。その通りですよ、うん、そんな感じでいろいろ守ってもらわなきゃいけませんよ。ガードマンつけてくれよって感じです。その費用の方が高いっていう、はい、あの山根さんもホットケーキがなんか結構ケーキといえばって言ってませんでしたっけ。ケーキって豊君に言われた時にも、俺とにかく思い出すのは近鉄松下のホットケーキ。レストランの大食堂。はい、大食堂、うん、レストランっていう言葉は当時知らないの。知らない、全然。そうそう、知らない。え、だからメープルがかかってんの。メープルだと思う。蜜って蜜がこの昔の喫茶店でコーヒー頼んだらフレッシュミルクがちっちゃいカップに入ってる、あれ親指ぐらいのあれに入ってんの、うん、あれに蜜が入って、あ、だからそれメープルシロップでしょ。そう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 、メープルだったかどうか知らない。メープルって言葉は僕ギター始めてメープルネックっていう、そういう、まあ、木の素材で分かったんで、そのなんつーの、そう、まあ、そんなもんのよ。だから当時はみんな蜜くれ蜜って、蜜がこの蜜ね大事にせんにゃいけんのんよっつってから言ってから、もうでもうその
ホットケーキを食う時っていうのはちょっとあの普通の洋食のフォークとナイフじゃなくてちょっと小ぶりでさ、ナイフにもギザギザがついてない、うん、そう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 、油断するとプラスチックので出てくる、ね、なんか峰打ちみたいな感じで、ね、峰打ちそう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 そのあのね、あの命を奪わずに済む、そう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 タルトってないの、タルト、うん、タルトないよタルト、うん、来週タルトの思い出だったら、あのいちごタルトとか食った時に、これはもうケーキじゃなくてただのあれ皿じゃなと思って、ね、ほとんどもういちごだってさ、なんかテレビとかでもまあスイーツって言うじゃん、ケーキとかでも、はい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 、もうほとんどこれ果物じゃんっていう、ただスポンジはただの土台ベースになってるだけっていうのはあるよね。ああいうのは本当のケーキ職人から言わせたら許されるのやろな、うん、あの、うん、おじさんが物言いよっていう番組ではないので、なんか内閣ばっか責められるみたいな形でさ